今さっき枯れちゃった部分を取りまして、でこっちの方はね、こっちの方はだいぶね、この根元の部分の葉っぱがね、ほとんど枯れちゃってて、気づいたらこんな風な寂しい感じになってしまったんですけども、まあ仕方がないね。うん、まあ今部屋がですね、あんまりね緑がなくてですね、これからちょっとね植物というかそういうのをね置いていこうかなと思ったりはします。これかわいいよね、これね、この植物なんて名前がちょっとわかんないけど、ちっちゃくてかわいい。こんにちは。今日はですね、買い物でいいものを見つけたので紹介しようかなと思います。で、今マスクをしてるんですけども、昨日かな、ここら辺に吹き出物ができてしまいまして、それでマスクをしております。はい、で今日買ったのはミルクパンですね。ホーローのミルクパンです。はい、で僕たまにですね、ソースとかポタージュとかたまに作るんですけども、まあちょうどいい大きさのものがなくてですね、でいろいろ探してこれを買いました。はい、でですね、野田ホーローっていうところから出ている商品でして、多分皆さん聞いたことあるんではなかろうかと思いますね。キッチン雑貨屋のお店とか今よくね、この野田ホーローっていうところから出ている商品置いてるところはあると思うんですけども、そっからの商品ですね。はい、で大きさが12センチでして、一番小さいサイズかな。はい、で色はですね3種類ぐらいあったんだと思うんですけども、その中の黄色といいますか、これは黄色というのかね、なんかカーキ色でもないけども、なんだろうな、落ち着いた黄色を買いました。はい、なんかね見た感じこれ可愛かったんでね、これを買いました。この持ち手の部分もね可愛いし、見た目もね可愛いしっていう感じですね。はい、この動画とか写真には映えるかなと思います。はい、でですね、確かねこれは IH 対応してなかったと思います。そうですね、これの一回り大きい14センチのものは IH 対応してるんですけども、この12センチのものは対応しないみたいです。はい、まあ別にそこは特に気にしてはいないので、ね、